こんにちは、金黒です。日産自動車が走行中にステアリングから手を離すことができるハンズオフの機能が追加したプロパイロット 2.0 を発表しました。金黒レビューチャンネル。2019年5月16日、日産自動車は新しい自動運転システムプロパイロット 2.0 を発表しました。最大の特徴は、運転中にステアリングから手を離すことができるハンズオフという機能がついた機能なんですけど、これは高速道路を走行中にナビに連動して同一車線を走っている時に可能な手を離すことができるハンズオフ機能で、新しいスカイラインからこのプロパイロット 2.0 が採用されるというふうに発表ありました。その発表の中でも、技術の日産の象徴である日産インテリジェントモビリティの3つの柱であるドライビングパワーインテグレーションの中のドライビングを具現化する最新技術というふうに発表がありました。日産自動車は運転支援技術のパイオニアとして20年以上にわたり技術革新をリードし、その集大成となるプロパイロットを初めて日産セレナに搭載したのが2016年でした。それから現在はグローバル7モデルにプロパイロットを採用し、プロパイロットの搭載数は35万台を突破しています。そんなプロパイロットがさらなる進化を遂げ、360度センシングと 3D 高精度地図データを用い正確なハンドリング制御を可能にしたことで、高速道路のナビ連動ルート走行と同一車線内のハンズオフ機能の組み合わせという世界初の試みを実現しました。プロパイロット 2.0 では、高速道路に乗っている間、ナビゲーションと運転支援システムが連動し、運転をサポートしてくれるということになります。具体的には、一般道から高速道路に入り、高速道路の本線に入った段階でナビ連動システムが使用可能になり、ジャンクションを通って高速道路を降りるまで、その運転支援は継続されます。さらに本線上を走っている間、ドライバーが常に前方に注意して道路、交通、自車両の状況に応じ直ちにハンドルを確実に操作できる状況にある限りにおいて、同一車線内であればハンズオフ機能、追い越し時は車線変更支援機能などが使用できます。ちなみにハンズオフ機能が使用できるのは同一車線内の走行のみで、車線変更を行うときにはドライバーはハンドルに手を添えることが必要となります。また同一車線を走行中のハンズオフ機能を使用中に前方に速度の遅い車をシステムが検知すると、システム側が車線変更を提案してドライバーはハンドルに手をかけ指定のスイッチを押すことで支援が開始されます。そして完全に右車線に入ると再度ハンドオフ機能が使用可能になり、完全に追い抜きが終了した後、左側に車との安全な距離が確保できたとシステムが判断したところで、再び元の車線に戻るための車線変更の提案が表示される流れになります。世界初のインテリジェント高速道路ルート走行は、3D 高精度地図データが一番ポイントになり、3D 高精度地図データは車載のマップコントローラーのハードの中にあり、テレマティックスを使って定期的にアップデートされます。安全機能に関する内容を通信でアップデートする場合、日本ではリコールもしくはサービスキャンペーンになり、地図データの更新で対応できます。 3D 高精度地図データは高速道路の形状をセンチレベルの細かさでデータ化されていて、すべてのレーンの区分線情報と速度標識、案内標識などの情報を含み、カメラで見える範囲より先の道路の曲がり具合や勾配などの道路形状を先読みし、滑らかに速度を制御できるそうです。3D 高精度地図データを使い、ナビ連動ルート走行を行うことで、目的地に向かう車線変更支援が使えることになりますが、目的地をセットしない場合は、決めた車線をずっと走行していくことになり、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープ、ハンズオフの3つの機能が使えることになります。ではどうやって
自分の車の位置を判断するかですが、まず GPS で概略の場所を特定し、 GPS のデータで10メーターぐらいの精度で自社の位置を測位し、カメラ画像と 3D 高精度地図データの中にある車線の位置、ランドマークの位置などを照合しながら、横方向では5センチ以内、前後方向では1メーター以内のポジションを確保できるそうです。なお、夜間はヘッドライトの照度で昼間と遜色のない精度を確保できるとのことです。プロパイロット 2.0 に搭載されるシステムは、画角150度、45度、28度のトライカムの三眼カメラをはじめとした計7つのカメラ、5つのレーダー、12のソナーで白線、標識、周辺車両を検知しています。レーダーとソナーは最新の高解像度を備えたものを使い、細かい対象物のサイズ、場所の特定はカメラの映像を使っているそうです。トライカムは前方を走行する車両とその速度、車線、高速道路上の構造物に加えて障害物がなく走行可能なエリアを検知していて、画角が広いために前方に割り込んできた車両への応答性も高いというふうに言われています。サプライヤーについては現時点でアナウンスはされていませんが、チップはモービルアイを使用しているそうです。またプロパイロット 1.0 と同様に信号や道幅も見ていて、一般道で作動しないように制御されると思われます。メーターパネル内の表示例として、周囲を走る車が乗用車なのかトラックなのか、いくつのレーンがあるかなどを表示していて、 HD マップの情報には車線の種類も含まれ、右側のように黄色い実線がある場合は車線変更の支援機能が働かないようにしているそうです。他にもインパニにはドライバーの前方注視をチェックするドライバーモニターが設置され、居眠りや脇見などが起きている場合は音などで警告が行われ、最終的には異常と発生し判断して同一車線内で緊急停止が作動します。今回の5月16日の日産の発表会の様子は YouTube の日産公式チャンネルでライブ配信され、現在もアーカイブ動画が公開されています。ご興味のある方は一度このアーカイブ動画をご覧になるのをお勧めします。今回発表されたプロパイロット 2.0 はこの秋発売予定のスカイライン改良モデルを皮切りに、日本マーケットでのリニューアルされるニューモデルに随時搭載予定で、さらにグローバルの展開も決定しているそうです。ただ国土が広大なアメリカや周辺の国と地続きで国境を越える可能性も高い欧州などでのプロパイロット 2.0 を提供するにはかなりな準備が必要になりそうで、日産は日本以外での国でのプロパイロット 2.0 提供開始時期についてはまだ明らかにしていません。今回の発表のコメントの中で、世界中のさまざまな走行シーンできちんと走り切れる、そして乗ってるお客様が不安を感じず安心して任せられる性能という分野では日産はかなりリードしていると思いますというふうにコメントがあり、新しい技術に対して揺るぎない自信を示し、他がやらぬことをやる、自らが信じることを恐れず世界に先駆けて世の中を変えていくチャレンジャーでありたいという創業以来の DNA を継承するという方針だそうです。プロパイロット 2.0 の発表でまた新たに自動運転の分野がリニューアルされるということになると思いますが、この秋発表された後、いろんな方がこのプロパイロット 2.0 を使って実際に高速道路に走った後の感想とか、またレビュー動画もどんどん見てみたいなというふうに思いました。皆さんは今回発表されたプロパイロット 2.0 についてどう思われましたか？私はかなり興味深くこのプロパイロット 2.0 に対して注目しています。今回は日産が新しく発表した自動運転システムプロパイロット 2.0 についてご紹介しました。また新たな紹介動画や新しい情報が分かればまたこのチャンネルでご報告したいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。